長崎港駅は、長崎県長崎市で島町にあった、日本国有鉄道長崎本線の駅である。長崎駅より先に伸びる、長崎本線の終着駅となっていた。電報略号は、佐藤。東駅より、長崎駅方面に向けて走行する、旅客列車廃線跡にある道輪のモニュメント、日課連絡線との客家接続を目的として1930年3月19日に、 開業した。連絡潜入工事に、文字駅からの航路連絡のための列車が当駅まで乗り入れた。長崎駅からの路線は、長崎港の海岸沿いを走り、出島岸壁にあった当駅に到着。隣接する不当で、上海航路の船に接続していた。1942年11月に関門トンネルが開通したことに伴う、ダイヤ改正で特別急行列車。 富士が航路運行日に限り上りは当駅始発とされたが、戦況の悪化に伴い、翌1943年10月には富士が博多駅までに短縮され、上海航路も1943年10月に最後まで残った上海丸が様子港口で沈没し、事実上の終焉を迎えた。戦後も当駅は旅客、貨物とも扱う一般駅として残され、 旅客については、上海航路連絡列車によるものに限るとされたが、1946年を最後に時刻表への掲載がなくなり、以後実質は貨物駅として運用された。1949年に当駅から南側の大浦川、川口まで引き込み線が延長されたが、将来的には岡倉、深堀方面まで延長する計画も存在した。 貨物取扱量の減少に伴い1982年に廃止された。廃止島で長崎東駅間は電化されなかった。駅跡地及び廃線跡は歩道や公園として整備されている。ABCDE 市の明、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTBE、1998年、716から717ページ。 ISBN 978から4から533029806上海航路 P12 上海航路 P20 ABC 新詩四巻 P422 鉄輪 P226 AB65 年誌 P79 から81ありがとうございます